久保さん、今回、基準の順にしましょうか。多分ね、あの、僕もいろいろ、まあ、サポートしてるんですけど、多分、基準が違うんじゃないかなと思うんですよ。見てるところが。見てるところだったりとか、基準が違うんじゃないかなと思うんですよね。例えば、その、動画本数に関しても、僕も2万本以上一般公開してて、限定公開も入れると3万本は取ってたと思うんですけども、 えー、僕がじゃあ本数をね、このき、この基準でやろうと思った理由が、まずヒカルくんと堀江さんの存在なんですよね。ヒカルくんっていうね、今 YouTuber で有名でチャンネル登録300万人か400万人いると思うんですけど、まあ彼が昔情報商材やってたんですよね。で、広告を出してたんですよ。金髪企業家ヒカルですみたいな。月収1000万稼ぐみたいな。なんか若いやつ出てきたな、みたいな。まあ10年前ぐらいですか、もう。 もうガンガン広告出してて。で、リスト取ったんですけど。<laughs> で、パッと消えたんですよね。で、パッと消えて、で、なんか数年後、なんか YouTuber として活躍してるぞ、みたいななって。おい、こいつ何やったんだみたいな。足跡辿ったら、ゲームチャンネルやってて、ゲームチャンネルで7000本ぐらいアップしてたんですよね。7000本か、みたいな。うん。<laughs> まあ、光くん、もともと金髪起業家、 のヒカルです言うてたやつが7000本やってたのかみたいなね <laughs>。で、その堀江さんですよね。あのライブザーを作った堀江さんがね、あの、巨頭ですよ。その巨頭がね、メルマガの読者の質問の Q&A ね、まあ、寺田さんがナレーションでね、1000本ぐらいやってるんですよあここ。このクラスが1000本やってんのかみたいなね <laughs>。いや、僕10倍ぐらいやんないとダメなんじゃないかみたいなね。まあ、最低でもじゃあヒカルくんは超えないといけないなと思って。 まあ、堀江さんは千本やってるしね。質問の対応の。うん。なんかまあ、そういうところを僕は見てましたけどね。成功してる人がここまでやっていて、これから僕が始めるってなった時に、まあ、ね、新参者のピーポーじゃないですか。じゃあ、うん この人の何倍もやらないといけないなともう僕は本数に関してはその基準ですよね。だから逆に言うと10万本で0でもいいし、1万本で0でもいいでやるし。うん。多分僕は最低10万本みたいな、なんか、基準なんですけど。多分最低10万本っていう基準は多分ないでしょうね、みんなね。うん。だから10万本取ったら、まあ、うん、ようやくスタートかな、みたいな <laughs>。とかね。 まあでもヒカルくんの、まあそうすると、7、10倍以上はやってますよね。10倍やってまあ、7000本に対して10万本だから10倍以上か。堀江さんは1000本 Q&A で。まあ堀江さんも YouTube も10年くらいやってますからね。うん。まあなんかその基準がやっぱね、見てるところがなんかあれかなと思うんですよ。で、あとは、これができるんですよ。これが有料だったらできないんですけど、無料だったらできるんですよ。 うん。で、あとはそのやり方ですよね。本数をこなすやり方も、まあ、ヒカルくんも最初そうでしたけど、パワープロのね、パワープロの動画、も大量にアップしましたけど、あれやろうと思えばみんなできるんのさ。もうテレビ、テレビ画面をね、テレビ画面をただ映してるだけなんですけど。<laughs> だかヒカルくんのその話で、とりあえず YouTube やるっつって、やり方がわかんないけどビデオカメラ買ってきてで、とりあえずその画面キャプチャーとかも全然わかんないけども、とりあえず、 テレビ画面を映すみたいなね。やり方わかんないけど、とりあえず始めるみたいなね。なんかそういう話が、あの、言ってましたね。あの、中田さんの、なんだ、ウィズ、ウィンウィンウィンか。ウィンウィンウィンでヒカルんが出てて、それなんか喋ってたんですけど、最初の、どういう風に始めたのかみたいな。そう。なんか成功したいんだったら、 なんか成功してる人の基準プラスアルファ何倍かなっていうぐらいがちょうどいいんじゃないですか。うーん。まあ本当にね、僕も久保さんの基準、僕も久保さん見てすごいなと思ったのが365日、1日たりともお客さんに会わなかったっていうことがなかったですと。だから朝4時とか5時、サラリーマンの方に合わせて対面したりとかして、対面してセールスしたりとか、もう毎日お客さんと会ってましたと。 リアルで会ってましたと。ネット集客して、まあ、あの、広島の事務所に来てもらって、で、そのやり方を教えてクロージングするっていうね。そう、365日ね、お客さんと誰かとして会ってたら、そう、売り上げ上がるよと。<laughs> そりゃ上がるよっていうね。僕はすごいなと思いましたね。うん、だってそれは僕はさ、僕はできてないんで、365日対面で人と会うっていうのはね、できてないですから、う、まあ、それすごいなと思いましたね。うん まあそれで3年で1億2000万か3000万ですかうん。多分まあ1億と言わなくても、言わなかったとしてもですよ。1年で毎日お客さんと会ってヒアリングしてお客さん悩み聞いたらそれはわかりますよ、悩み。あ,あどういうことに困ってんのかなとか、どういう商品売れば売れるのかなってさ、わかるじゃないですか。対面でリアルで聞いてんだから悩みをね。<laughs> あとはそれで自分作ってセールかけるだけじゃないですか。 うん、なんかね、やっぱ基準がね、なんか、うん、低いんですよね。なんでかなと思うんですよね。うん、だって成功したいんだっ成功したい人の考え方だったり、その基準で考え、物事を考えないと。だから自分が今底辺であるならば、それは底辺の基準、底辺の考え方ってことじゃないですか。底辺の考え方、底辺の基準、底辺の行動で成功できるんだったら、え、多分みんな成功できますよ。おそらく。 な、堀江さんが昔ね、手取り14万円のお前が終わってんだっていう話の中でね、いや、調べれば、いろいろその稼ぐ方法なんていっぱいあるじゃんと。それなんで調べてやってないのということを言ってたんですけど、そういう、そういうことじゃないですか。なんだ、ふざけんな、手取り14万だ、安いんだ、会社ふざけんな、会社、社会が悪いんだっていう考え方でしょうね。ね。堀江さんと僕は違うんです。っていう考え方ですよね。いや、確かに違うんだけども、 別にじ、ホリエさんと自分は違います。そうです。違います。違うけども、別にそのインターネットは、その、みんな共通して検索できるじゃないですか。<laughs> 情報も調べられるし、学びも自由だし、まあ YouTube も自由に発信できるし、0円ですから。うん。だ違うけども、じゃあ違うようにやればいいじゃないですか。そう。 僕はホリエさんになり得ないし、光君になれないですけども、違いを出す。10倍やるっていうね。<laughs> 単純に。そん難しくなくないですかこれすげえ、すげえシンプルだと思うんですけどね。その人の10倍やって、稼げないってこと。じゃあ、久保さんの10倍やって稼げないってことはあり得るのかなか久保さんがね、えー、Facebook ライブ3000回ぐらいやったわけですよ。じゃあその 10, 10倍 ?Facebook3 万回ライブやって稼げないってことはあり得ます多分ないですね。 だって3万回も Facebook ライブやって稼げませんって、僕はないと思いますね。だって悩み聞くわけですから。もしそれでやって稼げないんだったら、それはただやっているだけ。吉田さん、やれば稼げるんでしょっていう考え方ですよね。3万回やったんですけど全然稼げないですよ、と。嘘じゃないですか。詐欺師じゃないですか、と。そういったら作業としてやっただけでしょ、と。ただンコただひたすらハコを打ったみたいな。ハコを打ったら稼げるんですかみたいな考え方ってことでしょう。 3万回反抗か、伝票に反抗ったら給料もらえるって言ったじゃないですか。みたいな考え方ってことでしょ。<laughs> まあ、それは無理ですね。3万回やる。つまり、それは3万回の改善なんですよね。どうしたらうまくいくのか。どうすれば稼げるのかっていうのを3万回考えるってことです。エジソンもそうじゃないですか。エジソンも1万回失敗した。その裏返しは1万回考えたってことなんですね。どうやったらうまくいくのかっていうのを1万回考えてるんですよ。 で、改善してるんですよね。1万回の失敗の裏には、その試行錯誤があるってことですよね。1万回の。まそういう考え方ができていないってことですよね。う,ん,うん。まあ、普通にその、なんでそこを僕は思わないのかなって結構疑問に思いますけどね。そこは僕バカで、逆にバカだったから、 良かったのかもしんないですね。バカだったから成功してる人の考え方、成功してるって人ってどういうふうに考えてるんだと、どういうふうにやってんだろうなっていうのを、やっぱみ、僕はバカだったんで、今でもバカですけども、うーん、まあ、バカでありがとうみたいな感じです <laughs> バカだったから。バカだったから、素直に成功してる人の考え方とか、成功してる人の行動を、あ、そうやらないとダメなんだなって受け入れるしかないんで。そう。<laughs> うん、んバカでよかったなと思いますけどね、僕はね。まあ、これからもバカでありたいですね。うん。そう、バカで、バカ正直とかね。うん、素直にやっていくっていう、それでいいと思います。で、で、今の時代っていうのは素直にやれば勝てるんで。本当に。うん。だって、情報、もう情報に格差がつかなくなってきたんで、これだけ情報が出てるんで。昔に比べるとね。じゃあ、その中で選んでもらえるようになるって、バカ正直にやってた人の方が、 心身に対応してるから、そっち選ばれるようになりますよ。バカ正直にやってた方が。だって、今、今の久保さんとか別にプロモーションそんなね、まあ、うん、ポイントポイントではちゃんとセールスとか書けますけども、昔みたいにそのプロモーション動画撮ってそのしっかりやって売るとかやってないですよ。だけど売れるわけですよ。それなんで売れるかっていうと、バカ正直にやってるからですよ。単純に。心身こう、普通に動画をも日々やってるっていうね。そこに信頼が溜ま,まって、信用が溜まって、 再生数がね、こんだけでも、そ、その、中で信用してくれる人がいて、買ってくれるっていう、そ、それだけですよね。うん。だって別に FX を教えてる人なんかもう5万と言いますよ。本もいっぱいあるし。じゃあ、久保さんはオクトレーダーなんですかオクトレーダーではないですよ。どちらかというと、ネットビジネスで奥は稼いだけど、FX は奥は行ってないですよ、多分今。でも本屋行ったらオクトレーダーの本とかありますよ。<laughs> それでも売れるわけじゃないですか。うーん。か今はね、バカ正直にやっとけばね、いいんですよ。うん。ただ、そ、そこの、バカ正直も、バカだからしっかり考え方をその、学んでいく。行動の基準を、こう、取り入れていくっていうことをやるってことですよ。うん。バカだからこそ取り入れるってことですね。バカがバカのままじゃ、それは稼げないですけど。<laughs> バカを利用して稼ぐってことです。 バカのままじゃバカなんで。バカだからそれを踏み台、バカっていうのを踏み台にしてやっていくってことですね。取り入れていくってことです。うん。なんか一般の人っていうのは多分自分が天才と思ってはいないと思うんですけど、何なんですかね。結構いつも結構普通に疑問に思ったりするんですけどね。 なんで、なんで成功したいと思ってるのに、それ学ばないのかなやらないのかなっていう。人生変えたいと思ってるのに、なんでやんないのかなっていう。いつも思いますよね。だから、結局口だけじゃないですか。うん。そう。それじゃうまくいかないですよね。うん、はい。いってらっしゃい。